まずはご夫婦の馴れ初めを聞いていきたいと思います、うん、そうですね、13年前にですね、13年前、はい、中野ブロードウェイにある TRF っていうすごい小さなゲームセンターで出会って仲良くなりまして、うん、で2人とも出身が船橋なので、うん、あの中野から総武線で一緒に帰る間に仲良くなって、付き合うようになりました。待って、ゲームセンターで出会うっていう、そこなんですけど、はいはいはい、ゲームセンターで出会って、はい、どっちが話しかけるんですか、最初。最初ね、一番話しかけたのは多分自分ですね。そうですね、あの共通のお友達がいたので、板橋ザンゲフさんというプロゲーマーの方に紹介していただいて、はいはいはい、俺の友達だよ、フードだよってことで紹介していただいて、それでストリートファイター4っていうゲームを一緒にやるようになって、あ、地元も一緒なんですね、じゃあ一緒に帰りましょうかってことで帰るようになったら、まあ、仲良くなってっていう感じ、うん、当時の、今は割とゲームセンターに女性も多かったと思うんですけど、当時言うてもそんなの多くなかったんで、やっぱ相当異彩を放ってましたね。どのタイミングでちょっと、まあ、変な話、女の子として見るというか、そう、なんか急にあるよね、ありますよね。だけどもうそんなことはもう両国あたりでもう結構意識はしてたと思う。1回目の東京あたり。倉星さんはどのあたりからいいなって思い始めたんですか？私はもう一番本当最初は阿佐ヶ谷ロフトでゲームのイベントの打ち上げであったのが最初だったんですけど、うん、私は最初見た時から結構一目惚れに近い感じで、なんかあ、かっこいい人がいるなと思って。はあ、ハブちゃんいいね、こういうの。ちょっと照れてますね。いいじゃないですか。はいはい、質問いいですか？ご飯誘うのはどうやって誘うんですか？だけど、なんだろう、すごい適当なんですよ、うん、でいきなり誘ったのが二郎系のラーメン屋さんですよ、だからその別に雰囲気とかコテコテのやつですよね。いい関係になりたいとかそういうのも多分低いくて、多分、ね、あの俺好きラーメンすごい好きなんですけど、はい、で船橋の美味しいラーメンあるから一緒に行こうよぐらいの、うん、本当にそんな軽い、そうです、冷戦終わりにラーメン行くって言うから、あ、行きますって言って、ね、めっちゃいい。さあ、ここで突然なんですけども、エリーさんとハブちゃんにクイズです、うん、最初のプロポーズの時、フードさんはあるとんでもない服装でプロポーズをしたそうなんですけども、うん、その服装とは一体どんな服装でしょうというクイズですね、まあ、今のいろいろちょっとお話聞いて、まあ、手もつないでプロポーズまで行きますと、はい、プロポーズの時にフードさんはある、特徴的な服装でプロポーズをしたということでございますけども、あ、わかりました、はい、ハブちゃん、フードをかぶってきた。あはい、ちょっとコスプレしていっちゃった。ぶっ飛んでるからゲームのキャラになってるなっていう。さあ、何でしょう。はい、正解はパンツ一丁です。フードさん、どういうこと？フードさん、どういうことですか？恥ずかしかったのか、照れ隠しでパンツ一丁で膝まずいてパンツの中から指輪を出して、いやーすごい、僕と結婚してくださいって。2人っきりじゃなくて、友達とか多分10人ぐらいいて、だからもうなんかそのみんなでご飯食べて、うんうん、でその子ってうちに集まって、はい、もう友達がもう10人ぐらいいたら、もういい雰囲気もないじゃないですか、はい、だったらまあちょっと、まあちょっと盛り上がる方に寄せようかなぐらいで、はい、それプラムさん、実際そのプロポーズどうだったんですか、受けてみて。いや、でも衝撃だったんですけど、ひざまずいて指輪をパカッてされるってね、やっぱ女の子としての夢だったので、ね、なんか嬉しくて、はい、涙ボロボロ出てきました。ちょっとぶっ飛んでますね。面白いね。でもそういうのがお二人のいい関係のね、うん、溜まってるんだと思いますけども。すごいすごい。はい。